東京都が医療提供体制のレベルを最も深刻な段階としたのは7月に専門家らを交えた会議を開始して以来初めてです入院患者と重症者の数は今週に入って5月の緊急事態宣言解除以降最も多くなりました入院の必要な患者の急増でベッドが不足し待機する例もすでに起きているということです専門家は 通常医療との両立が困難な状況となったと指摘しています。小池知事は会議で、新型コロナの患者のためのベッドを1000床を増やし、4000床にするよう医療機関に要請したと明らかにしました。